さあ続きいきましょう。ミディールへ戻る戻る。クラウドを迎えに行くんかな。まあぼちぼちと。ちょっと治ってるかもしれないってことですよね。おお、シャ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 、すげえ。シャ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 、すげえすげえ。よし。あれ？この辺じゃなかったっけ？あれ？あれ？ミディールここじゃなかったっけ？違う。あれ？勘違いしてた。完全に勘違い。あれ？どこやったっけ？島ですよね。こっちか。ちっちゃい家みたいなのが2つ建ってるところ。あの時も適当にうろうろしてたからな。ここや。あそこ、マダガスカルじゃなかったわ。こっちや。よし。あ、そうそうそう。ちょっと待って。チョコボを調べろみたいなこと言ってませんでしたっけ？これや。白チョコボ。白チョコ。いや、どいてくれ。どいてくれ。白チョコボのおばちゃん、白チョコボ、ほへほ。チョコボは好物の野菜をくれそうにない人間には冷たかった。いや、あげるやん。ほほ。いや、いやいや、持ってるけどね。持ってますよ。ギザールの野菜ではあかんのか。何個か持ってたけどな。何やねん。野菜いくつか持ってたけどな。揚げ方がわからんのよな。おい、好物の野菜をくれそうにない人間には冷たかった。野菜をいっぱい買ってきて、種類かな、種類かもしれないですね。ちょっと金がないのよ。あ、もう2万あるか。ちょっと一応買いに行ってみるか。せっかくなんでね。多分マテリアがあると思うんですよね。マテリアを持っとると思うんで、それはちょっと気になるっちゃ気になるのよな。野菜売り場のところに行けばいいやと思うんですけどね。多分ね。まあ、好みみたいなのがあるんかな。わからんし、全種類買おうかな。それが手っ取り早いような気もする。あかん、ちょっと待って、うろうろしてた。あかん、どこやったっけ。ミッドガルの、ミッドガルがどこ、ミッドガル、ここじゃないな。ここがゴールドソース。ミッドガル向こう側か。ちょっと待って、場所をちゃんと分かってない。こっち側ですね。ここがジュノンで、ジュノンで、この辺か、この角度か。ここや、ミッドガルあって、ここじゃなくてこっち越えたところ、ここや。よし。野菜はここでしか見てないような気がするから、一応じゃあ買う？多分好みがあるんでしょうね。いっぱいあるな、おい。めっちゃいっぱいある。え？エサ。これさ、ちょっと待って、レースのやつかな。レースについてたこと言ってんのかな。オスのチョコボとメスのチョコボをカップルにして卵を産ませる。身が必要。あ、身持ってるよ。栄養剤もちろんここでも売ってるからよろしく。じゃあ大体どうやってここから外に持ち出したチョコボは降りても逃げ出さなくなるよ。それからチョコボに戻したければチョコボに乗ったまま牧場に入ってきてよ。ほう、チョコボに乗ったまま牧場に入ってくればいいのか。オッケー、ちょっとじゃあそれも試してみよう。
いや、ミーはまあいいとして、ちょっと高いミーかとか、ミメットの野菜、高えな。一応さ、全部買って、どれが好みかちょっとわからんから、一応全部買ってみよう。あとチョコボを乗って直接入ってこいってか。一回試してみていいですかね。ちょっとわからないので、初めてやな。よし。もうこんなことやってる場合ちゃうねんけど。出てこない。走り方がもう完全に論文の厚紙なんですよね、指導。走り方おかしい。よし。きっちり。よし。お前を勝ってやるぞ。よし、捕まえた。それで一回入れば、もう懐くってことなんかな。ラさんの。いやもう全然あかんわ。全然やわ。これ多分逃げていけるでしょ。入ってないよな多分。もういいや。なんか多分全然根本的にやり方が違うな。なんかどこで聞いてきたらいいんすかね、説明。まあいいや。とりあえずほっといて、ゴールドソーサーかな、チョコボレースのところで聞いてくるんかもしれないですね、もしかしたら。だってまだチョコボの捕まえ方ってあれしか聞いてないもん。誰も多分教えてくれてないはず。よいしょ。とりあえず野菜、好きな野菜持ってきたんちゃうの。こいつでわかるのかな、もしかして。おい、来た来た来た。なんでこいつやけに人懐っこい野郎だな。ミメットの野菜が好物なんだな、おめえ。ミメットの野菜をあげる、あげよう。はい、チビスケ食いな。よしよし、太る太る太るよ。で、持っとんねん持っとんねん。こちょこちょでもしてやっか。足の裏をこちょこちょ、お腹をこちょこちょ、喉をこちょこちょ、おへそをこちょこちょ、耳の裏をこちょこちょ、脇の下、脇の下をこちょこちょ。あれあれ、チョコボはどうでもいいようだ。え、え、いや、どっかにあるんや、どっかに。これ毎回、ちょっと待って、何千選択肢6個ぐらいあったな。マジか、これ。今ちょっと待って、羽の脇の下みたいなのやったから、これ覚えといた方がいいな。どっかに多分マテリア。あると思うんですけどね。あとちょっとこいつに話聞いていいですか。チョコボの捕まえ方が知りたい。空から星が落ちてくるとかなんとか、大変な世の中になってしまいましたね。チョコボなど育ててみてはどうでしょう。ほう、いや育てたいんですよ。こういう時だからこそ、こう建設的にですな、チョコボを育てるのもお客様のためではないかと。お客さん運がよろしい。今偶然にも、あ、来た。うちの牧場には他のお客様からお預かりしているチョコボもいませんし、今なら1匹1万ギルで6匹までお預かりできますが、どうでしょう。高えな。じゃあチョコボ預かってくれ。チョコボを育てないのにはチョコボと呼ばれる部屋みたいなものが必要となりまして、1つで1万、家賃高えな。お借りいただきますと、お客様を捕まえになられましたチョコボを一時的に外の柵の中に4匹までお預かりいたしまして、後日お客様がチョコボに選んでお入れになる形になる。ほう、貸して。よし、来た来た。これでいいのか。ちょっとこれで捕まえてくる。え、これで入れるようになったんかな。いや、ちょっと不安やな。もう一回捕まえてみましょうか。歩き方これ、これさ、ちょっと待ってくださいよ。こうやったらゲレゲレになるのかな。ならへんのかい。
リーダーはリーダーなんや。そこはリーダーなんや。よいしょ、蹴ったかな。頼む、結構早いから逃げようの、逃げようのめっちゃ早いから頼む。ヴィンセント動いてくれ。よし、オッケー、シー、よし掴んだ。多分個体差あるんでしょうね、あの言い方やと。まあ別にいいですけど、とりあえず一匹これで。マジで違うのか。あ、来た、牧場へ来るとするか。ほひほー、行った。あ、来とる。おい。おい。おー。あいつを、んで、チョコ棒の方に入れないといけない。来た来た来た。チョコ棒に入れたい、チョコ棒に。チョコ棒移動させる。よし。元気が。元気が全く感じられへん。うつ病や。入れる。元気が全く、ちょっと元気がないからな。無職。無職。大丈夫今日お前、なんとかなる、なんとかなるやろお前。おい、いやその記念すべき初めてのやつやから、クラス C。 餌を、餌をあげろ、餌を。ええやつ、シルキスのやつあげろ、シルキスを。餌をやれ、無職。おー元気になってる。ウィフー、サミナアップ。すごい、ムーンムーン、うれしそう、うれしそう、めっちゃうれしそう。よし、オッケーオッケー。ちょっと待って、先に何やったっけ。これか。うわ、竹竹、これ、ふざけんなよこれマジで。高、マジ高い。何やねんあれ。ちょっと待って、なんか売るしかねえな。何売ろう。ちょっと上げたいっすやん、もうちょっと上げたいっすやん。ミメットの野菜をもっと買って、なんだ白いやつにやらなあかんねん、こいつにやりたいねんから。よし、ミメット食え。1個だけ、ごめんな、1個だけ。2個やろうか。おふふぅ、伸びる伸びる。あ、スピードしか上がらへんかった。はぁはぁはぁ、スタミナ上げるとかいろいろあるんや、多分。よし食え、パサパサのパサーナ食え、パッサパサのパサーナよ。スタミナ、うんうんうん、食え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 。タンタル、よし食え食え食え。いやー、わ、賢さも。よーし。もっともっともっといきましょう。持って持って。賢さ。よし、金貯まったらどんどんこれつぎ込むか。レースにでも出たいですよね。どうやってレースに出るんやろ。レースへの出方を教えろ。乗って出かける。そんなこともできるんですか。元気なっとるやん。そんなこともできる。あれか、乗って出かけて飛空艇に搭載することができるんですよね、多分。あれ、いけた、よっしゃよっしゃ、いけた、できたできたできた。
よし、搭載完了。これ敵陣で、敵の陣地で放てば殲滅できますよ。よし、おお、こういう感じで、待っとる、賢や。あいつ待っとるわ、めちゃくちゃ賢。ちょっとどいてもおばちゃん、買い占めおばはん、こいつに用があるね。ほれほれほれ、ミメットやな。お前はほんまに金がかかるな、お前は。ミメットは、よし、さあこちょこちょ、耳の裏をこちょこちょ。おやふー、あ、来た、出た、封印のマテリアをもらった。これでオッケーかな。一個だけっすよね、多分ね。まだ食いたかった、冗談じゃねえぜ。怒れ、封印のマテリアゲット。いや、これ良さそうですよ、封印のマテリアはね。少々お待ちください。ちょっとどこかにつけてみましょうか。封印、フリーズ、ブレイク、トルネード、フレア。よし、つけた。オッケー。ちょっとチョコボのレースのところも行きたいけど、先にクラウド。あかん、まだうわうわ状態や。まだダメですか。彼女最近さすがに疲れが見えてきたみたいだけど大丈夫かしら。全然変化がない中でそれでも頑張り続けるのって結構しんどいのよね。まあわかるよ。まあそれはそれで、あなたたちも通い悪いよね。少しここで休んでいきなさい。はい。ちょっとチョコボの往復で疲れましてね。ちょっと疲れまして。あかんの？あかん。全然良くならない。私どうしたらいいのか。もしクラウドがこのまま一生治らなかったら。え、どうした？地震、奴らが来る。クラウドが反応してる。なんだってクラウド。ああ。畜生、一体どうなってやがんだ。すげえ地震、やばい。何これ、奴らがってどういうこと。奴らが来る。奴らがとは。おい、何、なんだこりゃ。地下のライフストリームが地表に吹き出すってのか。おい、あれやべえぞこりゃ。なんかファンファン言ってる。なんでもね、クラウドと一緒に中にいろ。星の声みたいなの聞こえてる。でも、え、心配すんね。この俺様がそう簡単にくたばってたまるかってんだ。気をつけて。よし、行くぜ。目に物見せてやら。何が？うわ、なんかおる。うわ、ウェポンの野郎や。ウェポンの野郎めがよりによってこんな時に。飛んでる。上飛んでるわ。さあ、来やがれ、昆虫少年。読んだらほんまに来た。うーわー。え？後ろから。うわ、いかついな、こいつ。なんやねん。めさめさいかついな。いつものやつを。うわ、やべえ、めっちゃ食らった。まずい。ずー、ちょっと待って。まずトリートメントしよう。全体トリートメントきついやっていかんと。ガリアンビース、これは非常にまずい。強いぞ。攻撃はヴィンセントに任せる。いけ、ウェポン、うちのウェポン、プチウェポン、いけ。ビーストフレアを叩き込む。吸収された芝生からな、マジで。お、効いてる。よし、待て、行こう。え、あかん、死の死んでるわ。強っ。ちょっと待て、シドが死んどんのよ。シドが死んどる。ヴィンセント動かず。シドが死んどるんよ。ちょっと待って。待てや。ヴィンセントには効かねえんだよ。ぶち込んどるわ。
あかんね、スローを。シドがスローやりたくて。うわ、飛んだ。え？買ったのか？あ、よかった。結構やばかったっすね。ヴィンセントのおかげよ、これ。畜生め、逃げるってのかよ。何しに来たん？何をしに来たん？星の危機の時に出てくるんちゃうんかよ。あともう少しでやっつけられるとこだったのに。ライフストリームの方も収まったようだな。え？まさか。こりゃやべえ、ストリーム本流の吹き上げか？さっきまでのやつなんか比べもにならねえぐらいどでかいのが来るぞ。ダメだ、逃げろ。でもデュアとクラウドが。バカ野郎、人のこと心配してる場合か？いつストリームが吹き出すか？うわ、時間がない、急げ。バタ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 。このストリームの吹き上げによってクラウドになんかこう変化があんのかもしれへんね。ティファクラウド逃げろ。すっごいタイヤ回ってるけど全然進まへん、クラウドのマシン。誰かロックを解除したれ。なんかまずいよ、揺れがどんどんひどくなってくる。ちょっと待ってて、クラウド。あ、もうすごいタイヤ回ってるのに全然進まへん。先生、ここにいるよりどこか他に逃げた方が。うむ、開けた場所へ避難した方が安全かもしれんな。めちゃくちゃ冷静や、先生。何も心配しなくていいのよ、クラウド。私がきっと安全なところまで連れて行ってあげる。わー、いかん、家が持たんぞ、急ぎたまえ。はい、早く。いい、クラウド、行くわよ。ブーストモードオン。おっそ、あぶね、ギリや。いや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 、ギリ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 。あかん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 。瞳孔開いてもたる。あー、ライフストリームの中へ。知ってた。これは知ってた。大丈夫か、また違うところまで飛ばされるのかな。ティファも今回は一緒ですから。ティファもこの魔法の洗礼を受けるんじゃないの。ほら。ほらほらほら。どうした？おい。ここはどうなったの私。ピッキョ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 音してる。ピッキョピッキョ。マトリョーシカ開けとる、誰かが。え、戦闘音。誰なの、聞こえないよ。ラジオみたいな、ケフカみたいな声聞こえた。は、ちょっと待って、私そんなの知らない。違う、私じゃないよ、私そんなことしない。混乱してるな。記憶なのかな、これも。いや、やめて、中に入ってこないで。誰か助けて、お願い。助けて、クラウド。クラウド、来てあげて、クラウド。ティファもアウアウアになる。クラウドが3人いる。え、何これ、どここれ。いや、上にもおるな。ここはクラウド、どうしたのクラウド。一体これは何や、これ。あ、向こうニブルヘイムかな。ここはあなたの夢の中、それともあなたの意識なの。探してるのね、クラウド、自分を。手伝うよ、私も。本当のあなたを取り戻すため一緒に頑張ろう。でもどうすれば、とりあえずフラグを立てていくしかないんやろな。星空の給水とあの夜の二人の約束も偽りの記憶でしかないとしたら、えぐいよなこれ。封じ込められた密かな願い、大切な思いは誰にも知られることなく。
あれ多分ニブルヘイムの入り口ですね。ニブルヘイムの門、5年前セフィロスと共にこの門をくぐり、そうして全てが始まった。通じているのをニブルヘイムに。そうね、確かにここから始めるのが一番なのかもしれない。真実がこれから明らかになるのかな。一緒に行く？行ってみましょう、クラウド。辛いかもしれないけど私がついてるから。これが、ここからが真実の記憶ということかな。ほら、クラウド。給水塔がある。おじいさんの宿屋もあるね。村で一台きりのトラック、私たちが子供の頃からここにあったんだよね。これがあなたの記憶の中のニブルヘイムなのね。私のニブルヘイムと同じだから、ここは私たちのニブルヘイムだね。さあさあさあ、どうなん。でも本物のニブルヘイムは違うやろ。5年前ここに2人のソルジャーがやってきた。セフィロスと若くて陽気なソルジャー。その時の様子もう一度教えて。そう、来い来いと。どんな気分なんだ。5年前私はこの時初めて本物のセフィロスを見た。久しぶりの故郷なんだろ、あのシーンですね。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は、この人が英雄セフィロス。母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父はクラウドが憧れていた最高のソルジャーセフィロス。でもね、正直に言うと、なんて冷たそうな人って思ったの。はあ、俺は何を話してるんだ。さあ来いと。さあ行こうか。嫌な予感がしたの覚えてるわ。そしてクラウド登場。重なる。違うの、クラウド。言葉にすると恐ろしいことになりそうでずっと隠してた。でも今は隠さずに言うね。あなたはいなかった。ティファは分かってたんや。クラウド、5年前あなたはニブルヘイムには来なかったのよ。私待ってたのよ。でもクラウドは来なかった。ほう。あの時派遣されてきたのはセフィロスともう一人。別人。あの写真の来た。セフィロスと共にニブルヘイムに出向いたソルジャーはクラウドではなかった。私にはもう何も言えない。ティファはなんでこんなに隠すんや。答えはあなたが自分自身で見つけなきゃ。クラウドがそう思い込んでいたことによ、ことをかばってたような形なんですよね、ティファは多分。それが見つけられないとあなたは。急がないでクラウド、ゆっくり、少しずつでいいのね。自分で見つけるしかない。セフィロスと共にニブルヘイムに出向いたソルジャーはクラウドではなかった。こうさっきのところやん。 あこっちの人に聞くんかな。また大丈夫ですか。焦っちゃダメクラウド。答えを急いで自分を追い詰めないで。たくさんの小さな思いを確かめながら戻っていけばいいのよ。ゆっくり少しずつね。そう、例えばあの夜空の満天の星たち。おお、おお、動いていく。これを一緒に見たこと、最初からね。これはを一緒に見たことはどうなん。思い出して。そう、私この服を着てた。なんちゅう色やねんの服を着ている。そうだったね、クラウド背が低かったんだね。ちっちゃいね。かわいいチビやね。かわいいね。
いつかセフィロスが言ってたけど、クラウドは私の話に合わせてこの記憶を作り出したって言ってたけど、この星空はクラウドが自分で考えた。うん、思い出したのよ。星がとっても綺麗な夜、クラウドと私、二人給水塔でお話しした。だから私はどんな時でもあなたは本当のクラウドだって思っていたの。私はあなたがニブルヘイムのクラウドだって信じてる。でもあなた自身は信じていない。この記憶だけじゃ足りないよね。子供の時の記憶ですね。他の記憶は、記憶じゃない。記憶って頭の中から無理やり引っ張り出さなくちゃならないでしょ。だから間違ってたり形が変わっていたり。でも胸の奥に眠る思い出は違うわ。きっとそれは偽物なんかじゃない。もしそんな思い出を呼び覚ますことができれば。そうだ、何かしら私に関係のある思い出はどう？私が何か言ってそのことをあなたが思い出すんじゃなくて、クラウドが何か言ってもし私もそのことを覚えていれば、それがあなたと私の思い出。ねえ、何か話して、何でもいいからあなたにとって大切な思い出を。そういえばクラウドはどうしてソルジャーになりたいって考えたの？いや、急に質問しないって言ったのに、すぐ質問した。いや、私にはあなたが突然決心したように思えたんだけど。言った。上のクラウドも言っとる。悔しかった、認めてほしかったんだ。強くなれば認めてもらえる、きっと。認めてほしい。誰に？誰にだってわかるだろう。ティファニーだよ、ティファニー。私どうして、いや、忘れちゃったの、あの時のこと。あ、チビクラウデア、ごめんなさい。何のこと言ってるの？いいんだ。ティファ、あの時は大変だったしね。自分のことで手一杯だったから、あの時の俺のことなんか覚えてなくて当たり前だよ。あの時、俺にとっては大切な、悔しかったけどすごく大切な思い出なんだ。行ってみる？行けんの？行けまんのか？こっちなんか？封じ込められた密かな願い、大切な思いは誰にも知られることなく、の方。え？いえ。ここに入るの？この窓がどこに通じているかわかる？ティファ、それじゃ行くよ。怖っ。ティファの部屋やん。ティファの部屋。俺この日初めてここに来たんだ。そうだった。いつもは外から見上げてるだけだった。あー、こん時か。クラウドが来るぞ。こんなシーンあったような気がする。あいつ入ってくる気かな。この日クラウドが初めて私の部屋に。そうだったよね。家は近所なのに私クラウドのことあまり知らなかったんだよね。ずっと小さな頃から仲良くしてたと思ってたのに。そういえばクラウドが私の部屋にいる風景って記憶にない。一緒に遊んだ記憶もない。私のクラウドとの思い出はいつでも星空の給水塔が始まり。ティファはね、いつでもこの仲良し3人組と一緒だった。そうだったね。俺はみんなバカだと思っていた。え？いつもどうでもいいようなことでケラケラ笑っててさ、子供っぽかった。なるほど、この頃から霊障系やったわけや。だって子供だったんだもん。分かってる、バカだったのは俺なんだ。本当はみんなと一緒に遊びたいのに、どうしても仲間に入れてって言えなかった。そのうちさ、俺はみんなと違うんだ。あんな子供っぽい奴らとは違うんだって思うようになったんだ。うわぁ、なんかこういう奴おるわ。
でももしかしたらちょっと僕にもこういう要素あるわ。ほんまは一緒に騒ぎたいねん。そやけど生きてまうねん。もしかしたら声をかけてもらえるかもしれない。そう考えてみんなの周りをうろついていた。どうしようもなくひねくれてた。そして弱かった。天の弱やね。うわー悲しいな。なんか給水塔にティファー呼び出した。あの夜も俺は考えていた。ティファーきっと来てくれない。こんな俺のことなんか嫌ってるって。そう、あの時は突然だったね。私もちょっとびっくりした。でもね、確かに私たちはそれほど仲良しじゃなかったけど、クラウドが村を出てからはあなたのこと本当によく考えたのよ。クラウドはどうしてるかな。クラウドはソルジャーになれたのかなって。クラウドの記事載ってるかもしれないから新聞だって読むようになったの。ありがとうティファ、後でこいつに言ってやって、きっと喜ぶよ。うん。あれ？ねえ、この日何があったの？何か特別な日？この日はね、首振ってる。ティファのお母さんが、ママが死んじゃった日。それでみんな慰めてたんや。ママに会いたい。あの山の向こう何があるのかな。ニブルさんは怖いよ。何人も人が死んでるからね。生きては越えられない山。じゃあ死んだ人は？ママは山を越えてっちゃったの？辛いな、まだちっちゃいもんな。私行ってみる。みんなついて行ってあげようね。ちょっと怖いけど。クラウドは？あ、こいつは行かへんのか。クラウド。僕もついて行ってあげたいねや。気になる存在もね、ティファ。やっぱり僕帰るよ。帰ろう。あ、二人とも帰りよった。クラウド行ける？行け。どこをどう歩いたのか覚えてないんだ。ティファが足を踏み外して、俺は慌てて駆け寄って、でも間に合わなかった。二人とも崖から落ちたんだ。この時は膝すりむいただけで済んだけど。見つけてくれた。ティファパパ、クラウドはどうしてこんなところへティファを連れ出したりしたんだ。あ、クラウドが責められたのか。まったく、お前が何を考えているのか全然わからん。ティファにもしものことがあったらどうするつもりだったんだ。怒られたんや。助けてももらえへんかったんや。ティファは7日間意識不明だった。死んでしまうかと思った。俺がちゃんと助けていれば。悔しかったんだ。何もできなかった自分の弱さに腹が立った。それからティファがいつも俺を責めているような気がしてさ。俺は荒れていった。誰かで構わず喧嘩を仕掛けて。そんな時だ、セフィロスのことを知ったのは。ほう。セフィロスのように強くなりたい。強くなればみんな俺のことをまた見返すんじゃないかと。強くなりさえすればティファだって俺のことを認めてくれると。そうか、ひねくれてんな。わからんでもない。ごめんねクラウド、あの時のことを。私がちゃんと覚えていればもっと早くに。ティファのせいじゃないよ、俺のせいだ。でもあれは確か私たちが8歳の時よね。そうよ、見つけたわ。クラウドは5年前に作られたんじゃない。幼い日のその思い出は作り物なんかじゃないもの。クラウド頑張って、あと少しよ。本当のあなたを捕まえるの。うん、行きましょう。もう一度ニブルヘイムへ。ほわん。
真実はすぐそこにある。もうすぐ答えが手に入る。うわぁ、ドキドキする。うわぁ、超重要なところやんこれ。待って、クラウド、どこへ、どこ行くん？マコーロ、マコーロへ、5年前のマコーロへ。ここね、ガッシン行かれて、ようわからんかったもん。ここクラウドじゃない。はい、そっか。でもクラウドじゃないけど同じことは起こってたわけやから、そっか。ザックス、ザックス、ザックス、思い出したのね。思い出したのねって言ってるっていうことは、クラウドは見てるのか。そうなのよ、セフィロスとニブレヘムに来たのはザックスだったのよ。それじゃあクラウドはどこにいたの？どこで見てたん？うわっ！ぶっ飛んできた。そうや、見てたんや。ねえクラウド、あなたはこれを見ていた。まさか。見ていた。どこで？え？まさか！うわ、そういうことか。あの雑魚の兵士？うわっ、ぶっ刺しちゃった。ぐお、誰だ。母さん、お、ティファを、村を返せ。化けてたっていうか、一兵卒やったってことですよね。あんたを尊敬していたのに、憧れていたのに、やりやがった。クラウド。うわ、出たわー。そうだったんだ。名もなき一兵士やったんや。一緒にいたのね。私を見ていてくれたのね。うん、覚えてる。なるほど、これがクラウドやったんや。でもザックさ、マスク取ったらって言ってるやん。そう、これが俺だ。俺ソルジャーにはなれなかったよ。そういうことか。そういうことですね。絶対になってやるなんて言って村を出たくせに。かっこ悪くて、そうや、かっこ悪くて会いたくないけど任務やから、もうこれも取らないっすわって言っとったんや。あー、ティファ待ってる。最悪や。いいのか？お前、ほちゃうのみたいな感じだね。ザックスからしたら、どんな気分なんだ？ここで、ここかよ！ザックスの故郷じゃないもんな。だってそっか、このセリフはクラウドに言ってたんや、ほんまに。真横にいたんや。え、これやったん？来てくれたのね、約束守ってくれたのね。ピンチの時にちゃんと来てくれたんだ。だからティファはここの記憶が混乱してんのか。ごめん、行くのが少し遅れた。いいのよクラウド。お前ごときに。なんか持ってきとる、持ってきとる。めっちゃ
首や。ジェノバの首かこれ。えぐ。クラウド、セフィロスにとどめよう。ザックスにも言われたけど、セフィロス、セフィロスクソかっこいいな。うわーお、図に乗るな。うわわわわわわ、グリ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 、そんなバカな、え、おお、あ、すげえやんクラウド、え、やったやん。クラウド、それじゃあさよならだデュア、また会うためにね。すごい真実。寄ってきた。クラウドはあの時異常な力が出たってことなんやんな。能力的には決してそのそれまでは劣ってたはずなんやけど、覚醒したというか、大丈夫？クラウド、透過率がすごいことになってるわよ。透過率 0%。 ティファ、あ、クラウド、本当にクラウドなんだね。よし、帰ってきたか。あ、ティファ、やっとまた会えたな。思い出してんのか？バカ、もうみんなに心配かけて。どうした、大丈夫、大丈夫か。声が、奴らの。そうか、私たちライフストリームの中にいるんやね。みんな待ってるよ。帰ろう、クラウド、みんなのとこ帰ろう。あ、そうだな、帰ろうっていうは、一緒に行くで、早う。もうよかった。これはライフストリームの波なんかな。右側は大丈夫か、ティファ。よかったよかった。クラウド目開いたまんまや。大丈夫か。バレット、帰ってきたんやね、あたし。クラウドは、彼は大丈夫？あ、心配いらねえ。しぶとい野郎だぜ、まったく。ねえ、バレット。あて、ライフストリームの中で、本当のクラウドを見つけたんよ。私が見つけたんやない。クラウドが、彼が、自分心身の力で、見つけ出したんやわ。ああ、分かってる。疑ったりして悪かったな。しかし、お前には負けたよ。大した女だぜ、まったく。そうなんよ。うち、大した女なんよ。人間って自分の中に、なんて洋さんのもんをしもとるんやろ。なんて洋さんのことを忘れてしまえるんやろね。ほんまに、けったいなことやわね。おい、ティファ、しっかりしろ。ティファ。
みんなすまなかった。なんて言ったらいいのか。おー、治った、治った、治った。もういいよ、クラウド。謝ってばかりだからね。俺は元ソルジャーなんかじゃない。ああ、もう言うんや。みんなに話した5年前の出来事やソルジャーとしての話は俺自身が作り出した幻想だったんだ。大見え切って村を出たのにソルジャーになれなかった俺。それを恥じた弱い俺は親友だったザックスから聞いた話、さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。そしてその自分を演じ続けていたんだ。痛いやつ、めちゃくちゃ痛いやつやんけ。幻想かよ、その割には強かったじゃねえか。体はソルジャーとほとんど同じなんだ。北条のセフィロスコピー計画というのは何のことはない。ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞を埋め込まれた人間なんだ。良くも悪くも心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバの理由にももう関係ない。でも弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。まあ、まだクラウダーマシやったってことやんね。ジェノバ細胞とセフィロスの強い石、そして俺の弱い心が生み出した人間。それがみんなが知っていた俺、クラウドだ。なるほど。よくわかった。俺は幻想の世界の住人だった。でももう幻想はいらない。俺は俺の現実を生きる。ひねくれもんのクラウド犯ね。それじゃ今までと変わんねえぜ。ほんまやで。ところでクラウドさん、これからどないするんですか？まさか船から降りるなんて言わんといてや。メテオが降ってきてるのは俺のせいだ。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。おう、星を救う戦い続けるんだな。バレットがよく言ってただろう。おう、あれだな。何何、わからないよ。行きたー。俺たちが乗った列車は途中下車はできないんだ。私たちが乗った列車は途中では降りられまへん。快速やで。いや、新快速や。高槻でしか降りられまへん。よし、治った。クラウド治った。え、お話感動しちゃいました。自分も弱い人間ですからクラウドさんの気持ちよくわかります。いや、俺もわかります。クラウドさんの気持ちわかります。やったー、クラウド帰ってきた。装備クリスタルソードみたいなやつ買っといたよ。あのな、クラウドさん、僕らなヒュージマテリア作戦の途中ですのや。それでな、早速ですけどジュノンに海底魔航路ってありますのや。僕の知ってる限りあとはあそこが残ってるだけですね。ではな、わけで行きましょうか。よし、行きましょう。その前に俺チョコボレースにね、チョコボレースの方にね、緊急参戦したいと考えております。それを考えておりますよ。チョコボの方に緊急参戦の方考えております。インペリアルガード強い。強い。これどうしようかな。刺激死、石化死の宣告を防ぐ、麻痺、石化、パワーリストでいいか。よっしゃ、来たぞ。指導はこれで終わりやね。ちょい待ち。じゃあ火力のメインがクラウドになるからカウンターとかを外して、悩みますな。これは治療をこっちに置いて、あ、封印も全体価値観回復も、クラウドを攻撃メインで行こう。めっちゃつけれるなこいつ。
フェニックスバハムート。そこの寄せはもういらんかな。何つけようかな、悩ましい。もういらない、こいつもだってぶん殴りでいいと思ってるんで、基本はぶん殴りでいいと思ってるから、消滅追加効果とかあかんのかな。いいよね。なんかえらい力とか下がるな、封印で。あんま下げたくないな。魔法系はどうしても力がね下がってしまいますからね。必殺にしとくか。この辺組むかな。あんまりこう力が下がるやつはつけたくないのよね。キムキで行きたいから。これでいいや。よし、じゃあ行くぞ。